これは2人の主役がまだ伯爵家に住んでいた時の出来事だ。彼女たちは家族にのけ者にされ、ひどい言葉を浴びせられていたが、何が起きているのか理解できていなかった。この無邪気さはきちんと頭に入れておくように。シュブルーズは姉のチューリップ、アヤカは妹のアイリス役を演じる。カメラマンは重要なシーンで主役をアップで映して。じゃあ全員静かに、3、2、1、9。はい。姉さん、お母様が出かけてからもうだいぶ経つわ。きっと遠回りしてお花を摘みに行ってるのよ。お母様はお花が好きだから。アイリス、チューリップ、ただいま。お母様、ずっと帰ってこなくて、私も姉さんもすごく心配したのよ。ごめんごめん、でもちゃんと帰ってきたでしょ。ほら、あなたたちの大好きなアップルパイ。お母様、その手のあざはどうしたの？あざ？きっと昨日お仕事の最中にうっかりぶつけたのね。でも朝はこんなあざなかったわ。じゃあきっと外に出てた時にうっかり転んじゃったのね。それより、お家で楽しく遊んでた？はあ、どうしたのアイリス？実はみんな私たちと遊んでくれないの。しかもアイリスの人形を取ったり、私たちに唾を吐いたりして。私たちの悪口を言うの。その、し、大丈夫、大丈夫よ。いいこと、娘たち、誰が何を言おうと大したことじゃないわ。つまらない言葉であなたたちを決めつけることはできないの。あなたたちの人生はちょうどあなたたちの名前のように、この上なく華麗な花のようなものよ。今はまだ開いていないつぼみかもしれないけれど、いつか何よりも美しく咲いてくれるわ。今の土壌に将来咲き誇る花をひねりつぶされてはならないの。わかった？私の可愛い娘たち。ここは主役の二人が家に帰ってきて、母親が殺害されているのを発見するシーンだ。準備はいい？ 3、2、1、9! お母様、ただいま。お母様、いないの？どうしたの、姉さん？アイリス、来ちゃダメ。え、どうして？お母様！姉さん、お母様は？このティーカップ、毒が入ってる。このカップのデザインが、ち、あの貴族ども、隠そうって気もないのね。アイリス、ここを出るわよ。ここを出る？お母様はもういないのに、私たちはどこに行けば？どこだっていいわ。私たちはこの家から離れなきゃ。でも、まさかあの人たちに。復讐してやるのよ、絶対に。でも今じゃない。行きましょう。あ、待って。お母様の亡骸をこのままにしておくわけには。せめて無
胸元にローズを一輪置かせて、私たちお母様にこれを買うために出かけたんだもの。わかった。さようなら、お母様。この仇はきっと打ってあげるから。ここは銃を持った二人と伯爵が最後に対峙するシーンだからアクションが多い。みんな練習の通りに演じてくれ。それじゃあ行くよ。3、2、1、9。今日は美しい夜だと思わないか。10年前のあの夜のことを思い出す。ふん。ハーブティーの香りまで漂ってくるかのようだ。黙りなさい、お母様を殺した悪党め。愛しいアイリスよ、私に向かってなんだその口の聞き方は。私はお前の父親なのだぞ。たとえこの牙が一つ残らず抜かれたとしても、その二文字を私が口にすることは期待しない方がいい。我が娘たちよ、そうやって顔面で譲らないところはお前たちの愚かな母親にそっくりだ。この社会では金と地位があれば絶対的な力を手にできる。あの女は娘を口実に私をゆすれると思ってたのだろう。やれやれ、全く考えが甘すぎる。お母様はお前に何も要求したことはない。ただ私たちに他の人たちと同じように平穏な一生を送ってほしいと願っただけ。お前たちが自らの手で作り出した偏見という名の毒薬がお母様を殺したのだ。その毒薬に比べれば、お前が食らうことになる2発の銃弾は甘いに違いない。だからお前たちはあの女と一緒で考えが好きだらけなのだよ。そんな2つの銃で勝てるとでも思ったのか。ならば金や地位とお前たちが持つ銃、どちらが強いのか試してみようではないか。者ども、かかれ。姉さん、数が多すぎるわ。大丈夫だアイリス、互いに助け合えば。お母様もきっと私たちを守ってくれる。お前の負けだ。お前らごとき小娘に。私たちはお前の娘じゃないし、あの場所も私たちの家じゃない。教えてくれ、何のためにこんなことをする。母親を失い、父親を殺し、罪名以外に何が残るというのだ。それは正義だ。終わったな。ようやく終わったのね。姉さんはこれからどこに向かうの？わからないよアイリス。花がたくさん咲く場所にでも行こうかな。昔お母様がよく言っていたように。お前は？まずはお母様のお墓にお参りに行きたいわ。ああ、悪くない考えだ。姉さん見て。どうした？お母様の大好きだったレインボーローズが咲いたわ。